いやー、野田っちさん、ついにこの日が来ましたね。はい、ついにこの日が来ました。過去の動画で言ってたチャンプの試合ですね。ほぼほぼ俺見せてないです。おー、素晴らしい。ぜひ動画をご覧ください。動画すごいいい出来にできたんで見てください。ぜひ皆さんよろしくお願いします。ずっと待っていたファンも多いのではないでしょうか。そうですね、早くチャンプを出せ、早くチャンプの動画を作れ、早くチャンプが見たいと多くのチャンプ一人から言われましたね。ほとんどの人はエンドロールが流れ、チャンプの動画は終わったと思っていたでしょうね。チャンプの動画どうでもいいからカリスマの動画作れっていろんな人に言われましたね。そういえば野田さん、カリスマの動画で視聴者様からご指摘があったのですが。何ですか？こちらエンドロールに A 剣が出ているのに本編に登場していないということなのですが。ああ、これですか。 A 剣はちゃんと出ていましたよ。え、どこに出ていましたか？この動画を最後ご覧ください。お疲れ様です。ほら今出た。あ、確かにちゃんと出ていますね。もちろんです。こういう細かいところに気づく洞察力があるかないか、これがダブルマッチポイントの時などに差が出ます。なるほど、これを見落としてしまった視聴者さんはまだまだということですかね。そうですね、もっと野田っち TV を何回見直した方がいいでしょう。さあ、ここで視聴者様クイズの時間です。この試合が始まってから一箇所おかしいところがありました。気づいた方は今すぐコメント欄に回答してください。時間はこのラリーが終わるまで。正解者の中から抽選で1名様にジャンプサイン入り振動止めをプレゼント。ナイスロブです。時間切れ。はい、このシーン、チャンプがナイススライスを打って点を取ったのに野田っちが相手に謝ってます。このシーンはチャンプのナイスショットなので相手に謝る必要はありません。こういう細かいところに気づくかどうかがカリスマに勝てるかどうかの境目となります。正解した方はコメント欄で、できなかった方はいいねで教えてくださいね。いやー、野田っちさん、いつも分かりやすい解説ありがとうございます。いえいえ、現在ワンオールですが相手がミスって2ワンです。野田っちさん、今までの試合を振り返ってみてこのところどうでしょうか？そうですね、やはりチャンプの攻撃と守備の絶妙なバランスがいいところついてますね。なるほど、チャンプの動きが非常にいいということですか？もちろん、チャンプの必殺技も炸裂してますからね。必殺技打ったんですかね？打ってましたよ。洞察力が足りません。分かりやすいようにちょっと場面を戻しましょう。はい、このシーン、チャンプが打った、相手のラケット吹っ飛びました。これがチャンプ必殺のバルチャンスライス。この技は高い打点のフォアハンドを切り落とすようにして打つバルタン星人をイメージした技ですね。なるほど、普通のフォアハンドスライスとは違うのでしょうか？高い打点で打つときに打ち込んでしまうとミスをするリスクが増えます。かといって甘い球を打つと攻撃の機会が失われます。高い打点を切り落とすことによって相手にプレッシャーをかけながらミスを誘い攻めることができるというチャンプならではの攻撃と守備を兼ね揃えたすごいショットなのです。なるほど、どのようなシーンで使いたいショットですか？よくぞ聞いてくれました。今のシーンもう一回見てみましょう。野田っちのボレーのボールをここです。今対戦相手の緑の方は下から上にすくい上げてアプローチを打っています。ではチャンプのバルチャンスライスを見てみましょう。ここです。わかりますでしょうか？ここに対し下からラケットを入れているため安全性はありますが圧力がないため返され結果反撃を食らっています。そしてこちらがバルチャンスライス、高い打点から切り落とすようなスライスです。圧力があるため相手は返すことができません。野田っちが謝っているのはチャンプの必殺技が強すぎてごめんなさいということですね。チャンプがバルチャンスライス打つとこ見てなかったですけどね。わかりやすい説明ありがとうございます。もし相手の方がバルチャンスライスを得ていたら結果はどうだったでしょうか？先ほどのアプローチで6ゲームが入っていましたね。ピラマールのライングループでもバルチャンスライスにやられすぎ、バルチャンスライスに翻弄されました。バルチャンスライスを教えてください。バルチャンスライスで強くなりました。あれ、この書き込みは弟子のパヤテニですか？カリスマとの試合では1回もバルチャンスライスを使っていなかったような気がするんですが、使うまでもなかったのでしょうね。お、チャンプナイスグランドスマッシュ 5-2 ですね。それよりバルチャンスライスについて説明しますね。この説明を見るとワングリップでチャンプはスライスドロップを打ち分けれるようですが、ワングリップじゃないとできないのでしょうか？そんなことないですよ、カリスマもよく使っています。ここです。今カリスマが打ったのがバルチャンスライス。このシーン少し緩めですが
ここもバルタンスライス。ファーッ！ベンチプレス5トン上げるサラティニでさえバルチャンスライスは持ち上がりません。なるほど、カリスマもワングリップのように見えるのですが、それはカリスマに聞いてください。でもウエスタンでもイースタンでもコンチネンタルでもしっかり面を当てれば打てそうですね。はい、切り落とすと表現しましたが、高いところにラケットをセットして熱い当たりに打つのがポイントです。ナイスリターン、ゲームセットです。決めに行った。ノタッチさん、この試合をまとめるとどういった感じでしょうか。はい、バルチャンスライスのポイントはアプローチの時に主に使う、高いところにラケットをセット、熱い当たり、どんなグリップでも打てる。細かく実際に打ってみたいという方はこの動画をご自身のテニスコーチに見せてどうやって打っていいかを聞いてください。すごくコーチ迷惑だと思いますよ。レッスン終わりにカリスマの1シーンだけを見せれば大丈夫だと思いますよ。ちなみにチャンプはバルチャンスライスで剣王者を倒すと言っていますがどうでしょうか。おお、さすがはチャンプ、やってくれると思いますよ。野田っちさんから見てバルチャンスライスで剣王者を倒せる可能性は何パーセントくらいでしょうか。 0% でーす。さあ続きまして2回戦、この試合ですが1時間5分というとても長い試合でしたので解説の野田っちさんは帰ってしまいました。ですので私野田っちが一人でお届けいたします。ゲーム序盤0-3スタートの厳しい展開です。チャンプがリターンの時は普通のフォーメーション、野田っちがリターンの時は2バック、野田っちがバックのリターンで相手に捕まりやすいというのを考慮した完璧な作戦です。この作戦息がぴったり、相手が真ん中に打ってきても迷うことはありません。息の合った見事な失点です。そしてチャンプのナイスリターン、個人プレーも完璧です。まずは2バックで守備力を強化、隙を見つけて野田っちが前に上がる作戦です。天才チャンプの作戦で1ゲームを返します。さあここで奥義伝授のコーナーです。野田っちさんお帰りなさい。バルチャンスライスが奥義ではなかったのでしょうか。必殺技とは言いましたが奥義とは言っておりませんよ。チャンプの奥義、それは地蔵チャンプ。どのような技なのでしょうか。お地蔵のように固まって動かないだけです。全く構えず全く動かず地蔵のように気配を消す技です。梅ちゃんも交通整理のおじさん状態と言っています。それで勝てるのでしょうか。ペアが犬で 6-0 で勝った実績があります。犬ですかペアが。はい、証拠がこちら。最後の試合チャンプは地蔵で全部犬にやらせて 6-0 で勝ったと言っています。しかも対戦相手の女子にテニスコーチだと伝えると習いたいと言われたと言っています。チャンプってテニスコーチなんですか。地蔵です。もう意味わからん。地蔵チャンプを使っていた時の別の試合、右上に突っ立っているだけなのがチャンプ。地蔵術は使うタイミングやペアを間違えると切れられてしまう可能性があるため、チャンプ以外は使わないようにした方が賢明かと思います。もう意味わからん。この技のメリットは自らが地蔵になることにより足を一切引っ張らないということです。自分のペアが格上の時に使うと良いでしょう。犬は格上です。ただ構えずに立っているだけなので誰でもできるかとは思うのですが、もっと細かいやり方が知りたいという方はこの動画をご自身のコーチに見せてあげてやり方を聞いてみてくださいね。コーチが地蔵になれそうです。さあ現在ゲームカウント 1-3 のチャンプの長いラリーをお届けしております。お、野田っちのナイスボレー。 2-3 です。ここでコートチェンジ。さあ現在手前赤い服を着た方とチャンプのスーパーラリー、チャンプが外に追い出しましたね。お、チャンプの攻撃。さあ最後の1ポイント取った方が勝ちです。7-6 タイブレイクの末、野田っちチャンプの勝ちです。本日の動画はいかがだったでしょうか。この大会の結果は準優勝、これ以降の試合が見たいという方は日本一試合に出る男の後編2をご覧ください。過去の動画となります。